岸さん。なんかみんな夏を満喫してるね。泳いだり、うん、そうだね、出したり。近いもんね、札幌から2時間ぐらいでしょ。うん、あれじゃないの、これだね。そうだよね、うん、超綺麗だしさ、すごいよ。本当だ。なあ。すごいね、うん、やっぱり綺麗だな、シャボタンの海。そうだね、抜群に。構えない。え、24時間空いてないんだ、こっちは。夜ゲートが閉まるって書いてあったよ、ね、冬もそうだったよね、そういえば3時とかだったよね、冬は。うーん、今は5時くらいなのかな。混んでる？ああ、本当だね。いや、全然人いないじゃんと思ったらびっしりいるな。うん。おお、10時だからか。行ってみようか。地味に歩くんだよな。そうだね。7分、7分、6分、20分。冬はここまでだったっけ。そう、はあ、いっぱい出てる。でもあそこはさ、深いから。ウニの方向。ああ、そういうことか。本当だね。あ、エゾカンゾウがもう咲いてない。そう、うん、枯れてる。ちょいだよ。涼しいね、風が。もうちょい、もうちょい。はあ、到着。
岐阜からの視聴者さんに本当に会いました。会うかもって言ってたよね。そうそう、会えるかもって言ってたらさ、うん、別に待ち合わせしてないのにね、鴨居岬で、鴨居岬でお会いしました。すごい偶然、よく気づいてもらえたよね。これ結構人いるのにねすごいいるのに混んできたね、うん、バスがいっぱい来たから ねやっぱり眺めがすごいし、水がめちゃくちゃ綺麗だね。うん、いいね、最高です。よし、もうちょっと行ってみる。鴨居内とか、まあ泊まりまでは行かないけど、鴨居内ぐらいまで行ってみようか。そうだね、道の駅あるし、うん、うん、あ、でもこっちはちょっと風が強いね。波がそうだね、ドバドバしてる、うん、いや晴れて気持ちいい。晴れたね、最高です。ちょっとだいぶまだ距離があったから、鴨居内まで、うん、そうだね、やめた、やめて、うん、こっちで遊ぼう、うん、すごいね、しかし海の色がすごいね。すごいね、沖縄みたいじゃん。沖縄よりもっとこう深い、濃いな、濃い深い青だね。青だね、好みが分かれるよね。こういう青が好きな人とハワイみたいな青が好きな人と、そうそうそう、だからエーゲとかに近いんじゃない。あー、そうかも、ね、よく見えてます。あそこ歩いたとこだもんね、うん、こう見ると結構な距離あるよねな。やっぱりサップやりたいな、ちょっとちょっとやりたい ねせっかくだから、うん、海で泳げるし、うん、冷たいかな。まあ大丈夫だよな。ちょっと見てみたいと。大丈夫でしょう、ここら辺から出せるからね。うわー、すごいな、水が本当に綺麗だ。すごいよね、すごい綺麗。何この水、ウニがいっぱいじゃん。あ、本当だ、ウニいっぱいいる。そしてここはお湯を作っとこう。よし、じゃあ行くか。よし、じゃあここでいいか。はい、頑張れ。大丈夫？行ってみようか。入ってってみる。通れんじゃない？うん。いや、すごいな。あの島がだいぶ見えてきたじゃん。ね、島？ロープのあれなんだろうね。ね。あれがロースっていうかもわかんない。ロース。
ごいね。あ、さっき歩いたとこ見えてきた。うわー、本当？綺麗だな、すごいよ。すごいねこれ。これなあ。スノーケル忘れてきた車に。これはすごかったかもしれない。このなんかすごいのくるっと回ってみようよ。もうそこ通り抜けできんのかな。通ってみよう。絶対そうだ、これエゾバフンウニだよね、茶色い方。大丈夫大丈夫、絶対そうだね。ダメだよ、とっちゃん。ダメ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 、貴重な資源だから。やりそうだもん。すげえ、すごいね。すごい綺麗だね。すごい数のさウニがいるじゃん、これ。すごいね、これは。おお。すげえ。お、風が吹いてるな、これは。すんませんね。ここ何釣れるんですか？あっちに今鳥飛んでるじゃないですか。え？はい。ああ。あれ全部ブリなんですよ。ああ。ブリかマグロどっちか。え？マグロも釣れるんですか？マグロも釣れる。すげえ。すみません、お邪魔しました。最高でした。いや、気持ちよかったね。やっぱいいね、うん、すごいね。ここはシュノーケル持ってき忘れたのかな。それがあったらもっとすごかったんじゃない。そうだね、魚を見つけられなかったからさ。うん、ウニはいっぱいだったね。ウニはね、上からでもよく見えたけど。うん。何せ水がきれい。すごいよな。すごい。よし、ちょっと、じゃあキャンプ場、すぐそこにさ、うん、無料のキャンプ場があったじゃん。うん。そこで、のんびりするか。そうだね。デイキャンプしよう。いやここ最高。完璧です。無料のキャンプ場。いいね。
そろそろさ、ゴミがやばいんだけど見てこれね、ゴミやばい。どっかの自治体で捨てさせてもらえるとこ行かないと。夕飯ができた。すごいね、さすがキャンプ場、豪華です。わ、すごい、外が大暴れしてるじゃん。夕焼けまであと2時間ぐらい。今日は早めのご飯だからね。さあ、おやつタイムです。おやつタイム。何食べる？俺マルセイバター。それ私も食べたい。ほんと？4くらいいけそう。5、それ、これ4、上から2番目、上から2番目だね。800いけんだもんな。フルでいけんじゃない。いけるな。いけたね。うわ、すごいじゃん。すごいね。え、もう沸いたかも。早いね。さすが電磁調理。お、沸いた。いただきます。はい、いいね。あー、うまい。合うよ、これはブラックコーヒーに。食べない？六花亭いいよ、先に。いい、うん、いただきます。おいしいね、やっぱり六花亭は合う。合うでしょ。すごい合う。ちょうだいちょうだい。はい、やっぱこれだな。うんうんうん。なんか意外と賞味期限が短いんだよね、これ。そうなの。ね、なんかお土産に買えなかったもんな。うん、うんうん、一回お湯沸かすのに 5% ぐらいだね。そうだね。さっきあのサップ膨らましてちょっと減ってたから。うん、すごいな。流行るからね。本当に。困っちゃうね。なあ。ジンバルと。カメラ撮ってくれる？カメラ、ああ、こっちか。はい。よし、もう落ちないか。大丈夫？うん。うん、さあ寝るかも、これで。そうだね。あと携帯だけ充電しとこう。朝ごはん、明太子パン。いいね。いいでしょう。さあさあ焼いてきます。はい、よいしょ。5分ぐらい焼いたら十分でしょう。十分でしょう。わ、さすがに800ワットだ。800ワット出るとパンが回るね。そうだね。さあ朝ごはん食べたら出発しましょう。今日は温泉からでしょう。いいね。久しぶりにのんびりと朝から。うん、まだ。やべ、煙超出てきた。焦げたか。やべ、焦げたやりすぎ。こっちは大丈夫。こっち熱。まだまだ大丈夫だね。ね、うん、66%。 よし、食べよう。熱っ。カリカリだね。カリカリだよ。めちゃくちゃうまいよ。熱いね。美味しいでしょ。美味しい。今日は天気が悪い。ねえ、ね、よかったね、昨日天気良くてね。ルビラ温泉、うん、へえ。いや、楽しみだな。久しぶりの貸し切り温泉だね。これ来たね、一昨年。来た来た。去年だっけ、冬に来たんだっけ。夏に来てさ、貸し切りがいっぱいで諦めて帰ったんじゃない。そう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 、そうだよね。そうそう、多分その時はいっぱいでね。だよね、すごい綺麗なとこ。そうそう、ここだ。ここです。はい、さあ行ってみましょう。
あ、まだか。10時だもんね。さあ、うん。わあ、すごいね。超贅沢だね。ジブロとさ。ここまでね。海も見えてるじゃん。すごいね。最高でした。いいね。最後これで100円でこれも買えたし。いいね。うん。さっぱりしました。気持ちよかった。でも暑いね。鉄系の。鉄系だね。ちょっとしょっぱい。しょっぱい鉄系。うん、そうそう。温泉。結構ツルツルだったね。ね。すごいいいお湯でした。今日はちょっと天気も悪いから、うん、昨日のキャンプ場でもう一泊しよう。そうだね。のんびりしよう。うん、何混んでるじゃん。港寿司。あ、俺11時半。ピン打ってるかも。行ってみよう。もう行って、やった、30分ぐらいだね。イエーイ。すごいな。口に入る。うん。うん。どう？うん。うん。やばい？うん。一缶1300円ぐらいで売ってたよ。すごいね。うん。一瞬でとろけた。うん、だって海鮮丼にさ、うん、すごい。欲しい？いくらめちゃくちゃうまい。うまい。美味しかった。大満足。お寿司すごい美味しかったよ。久しぶりじゃない？うん、お寿司ね。あ、回転寿司以来か。お寿司美味しかっただよね。美味しかったし、そちらの海鮮丼もすごかった、ね、すごかった。おう、あれで3000円ちょっとならいいよね、うん、安いの2200円からあるしな。そう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 、それでもいいかもしれない。なんてネタが新鮮だからさ、うん、海1貫で1300円くらいのお寿司。そうそう、あれ4500円だけど、だからあの他が3000円ちょっとってことでしょ、うん、いいよね、うん、すごい豪華だったもん。アワビからボタンエビから、うん、なんかウニモリモリ丼みたいなやつがあるんだよね。すごかったな。うん、してたけどね、うん、でもあれ6000円ぐらいだったよ。なんかよくわかんない天気だねえ。雨降ったり晴れたり。では夜市の柿崎商店に寄って、うん、小樽の方に向かいます。はい。お、道の駅。ここはもう面白くないんだよな。そうなんだよね。ああ、リンゴのほっぺはあるけど、うん、夜市だからさ。ああ、
日課ウイスキーです。行きたかったけど8月何日まで全部埋まってんでしょ、うん、1週間以上工場見学はね予約制で、ね、そんな人気なんだな。すごい人気みたい。この時間柿崎止めれるかな。右から行く。どうする。あ、そうしようかな。ここから行けるよ、うん、ここから入り口だった。裏の入り口見つけた。知らなかった。すごいね、6600円。本当だね。こっちが3000円で、これはいくらね、4000円なのかな。これ6000円1箱円。何十匹入ってんの。すごいよ、本当に。ほら。朝ごはん。鮭亭とかブリ亭とか。いいね。鮭亭580円。ああ。すごいね。すごいね。すごいね。どうぞ。これで980円。こっちは570円。総八ガレー。これ900円ちょっとで食べれたらいいよね、うん、なあ、うん、美味しい、うん、いやすごいな。美味しい。買いましたね。買いました。リンゴのほっぺ、リンゴのほっぺとかちょこちょこしたもん、うん、ご飯も美味しかったしな。美味しかった。超安かったな。ホッケがすごい大きかったね。大きかったね。あれで900円ちょっとだからね、うん、小樽です。はい、晴れ雨です。なんだろうね、この雨は。本当にあんなあるんだね。ね、小樽にも。京都とか鎌倉のイメージだけどな、うん、あれなら濡れずに行けるかな。濡れるだろうね、横巻いてるし。おー、小樽だ。小樽運河のところだ ね。すんごいいるんだけど、ね、小樽運河にイワシみたいなの。サバかな。なんだろう、背中が青いんだよな、うん、混んでるね。混んでるね、やっぱり。すごいね。豚通りと言ってもいいよね。見て見て、お父さん。25周年なんだもん。へえ。買いました。買いましたね。ロープのとさ、うん。いくらだろう。300円ぐらいこっちの方が高かったの。うんうん。鮮度が違います。本店のすぐ横でこれは作ってるって言って。うん。でなんか磯多いって言ってたね。上にね生クリームが乗ってる。乗ってるって言ってた。言
ね、カフェがもう混みすぎてたからさ入れないね、あれじゃね、さすがに。ということで購入しました。開けてみましょう、はい、なんかカットが1個400円ぐらいだったんだよね。そうそうそれじゃ物足りないから。どうぞ。いただきます。もういい、このまま。すごい、いっちゃうよ。贅沢にも。そうだな、カットの8個分ぐらいあるからな。おー、いただきます。はい、うん、おいしい。うまい。やばいね。違う、フレッシュさがある。おいしい。ほんと？うん、よかった。じゃあ、いや、これはペロリだね。うまいね。あんなちっちゃいのさ、カットにしないでよかったでしょ。うん、うん、うん、うんと、ペロリだね。ね、このさ、上の柔らかい部分が美味しいね。クリームでしょ。クリーム、うん、チーズクリームみたいな。何なんだろう。あ、マスカルポーネかなのかな。すごいね、これ。さあ、小樽の商店街にやってきました。都通り商店街行ってみよう。31度。え、やばいな、暑いもん。2号店すぐそこねえ。安っ、すごいよ。380円。買う？これ380円だよ。すぐ食べれる。さっき1000いくらしてた。いいね、うん、すごいね、安いね。うに1200円とかだよ。2790円。うん、お薬ね。こっちに関しては1200円。いただきます。わ、でけ。わー、美味しそう。うん、うまい。先食べちゃっていい？うわー、美味しい。あ、すごいジューシー。北海道警察の船なんだけどさ、後ろに北海道って書いたジェットが乗ってるよ。すごいね、あんなあんの。ジェットで追いかけ回すのかな。そうじゃない。すごいじゃん。すごいね。今32度だよね。え、あー、もうダメ。暑いね。暑いからちょっとさ、大きなホームセンターあるから避難しよう。うん、いやー、暑いんだな。すごい人だったね。すごかったね。びっくりしたね。うん、疲れちゃうね。観光地だからね。うん、北海道の有名な都会はちょっと苦手だな。混んでて疲れちゃうな。でもすごい綺麗だったよ。北一、北一ガラス。ガラスね。うん、すごい綺麗だった。けえ、すんげえでっけえイオンもある。本当だ。うわ、大きいね。でっかいな。すごいじゃん。ホテルもついてるじゃん。ニトリにホテルが直結ってすごいの。今回はエコプレイの EP800 のご紹介をしたいと思います。そうだね、ポータブル電源、結構コンパクトだね。製品名が EP800 ってなってて、 800W なんで、出力が 800W ですね、はい。で、重さが 6.5 キロだって、軽いね。6.5 キロ、うん、なんで結構コンパクトな部類かな、ポータブル電源の中では。そうだね、うん。バッテリー容量が 512Wh。 バッテリー容量の割に出力が大きいかな。だいたい 500Wh ぐらいだとさ、だ、ね、400W とか 500W ぐらいしか出ないのが多いけど、うん、これ 800W まで出るんで、うんうん、ドライヤーね、小さめのドライヤーとか。そうだね。あとは電磁調理器とかも動くかな、うん、あとあれね、トースターとかも動くんで。
結構使い勝手はいいですね。そうなんだね。うん、でやっぱ軽いっていうのがさ、なんか非常用とか災害時にこう持っといたら便利っていうので、うんうんね、この大きさだったら家のどっかにポンと置いとけるじゃん。そうだ ね、うん、で何かあった時にさっと使えるし持ち運べるしっていうので、うん、あのサイズ感はとてもいい。とてもいいです、うん、でそのサイズ小さいのに出力が結構大きいので、うん、使い勝手は良さそうです、はい、とバッテリーの種類なんですけど、あのもちろんリン酸鉄リチウムイオンですね、うん、なんで寿命が長い三元系とかに比べたらだいぶ寿命が長くなります。あのリン酸鉄なんで安全性が高いっていうのもだいぶメリットかなと、はい、うん、なんで家にずっと置いといても安心な、うん、あのセルを使ってます。製品のサイズが 276mm、うん、209mm、230mm、 高さが 230mm だね。あ、だいぶち、だから 20cm ちょっとずつっていうことでしょ全部、うん、だいぶコンパクトだね、うん、で 6.5kg で 800W 出るって言ったら結構ねいい感じです、ね、コンパクトで。で、今は限定色が出てるんだよね。うんうん、限定色ちょっとこっちがなんか通常の通常の色みたいなんだけど、うん、こっち限定色今出してみます。ちょっと出してみましょう。出しました。これはもう完全に女の人向けかなっていう色だけど。そうだね。いやそうなんだよ。 ポータブル電源って大体黒とかさ、そうそうそう、このグレー系が多いでしょ。ピンクはね初めて見た。初めて見たね。このピンク、あのビビットのピンクじゃなくて薄いピンクだから、あのインテリア揃えたいとかそういう人にはいいかもしれないね。そうそう、だからこう家にねもうずっと据え置きでさ、うん、あの隠さず置いといても、うん、こういう色で合わせてる人だったらいいかもね。そうだね、うん、この2色展開です。うんうん、なるほど。じゃあちょっと機能とかを説明していこうか。はい。でまず付属品が車のシガーから充電する用のケーブル、本体の充電側が XT60 のポートになってます、はい、はい。これが付属品で、もう一個付属品があってソーラー用のケーブルだね。 MC4 とあと XT60 のケーブルだね、はい。あと充電用のケーブル、うん、家のコンセントなんかに挿すやつだよね。これがコンセントの、うん。で反対側に口がついてて、あ、すごいね。これ AC アダプターがないタイプだね。あ、本当だね。なんでバッテリーの中にそう AC アダプターみたいなのも内蔵されてるんで、ケーブルだけをこう持ち歩いたらいいと、うんうん、すごいね。それが内蔵されてるのにこの大きさってかなりコンパクトだね。そうだね、うん、じゃあ実際電源入れてちょっと説明していきます。はい、長押し。はい、長押し、はい。で充電は今してるので 100%で、今 100% でも99時間使いますと、うん、まあ今何も負荷がかかってないので 100% と、はい。でその隣にインプットアウトプットだね。インプットまずそれをバッテリー充電してる時とかソーラーパネルつなげてる時は何ワットで充電してますよっていうのが表示されると、はい。でこれね、家庭用のコンセントだと400ワットで充電するみたい。400ワット、うん、だから満充電まで1時間半ぐらい、1時間半かからないぐらいで満充電になる、うんうん、だから急速充電してくれるので、うん、早く充電ができるんで助かるなと。そうだね、うん、ソーラーパネルで充電する場合は最大入力電力は 200W だって、うん、で電圧は最大 50V まで、うんうん、だからそこら辺はソーラーパネルを買うときに気をつけとかないと、 50V 超えてるのでやっちゃダメだし、うんうんうん、マックスも 200W までのパネルでやってくださいっていうことだね、はい。シガーソケットからの充電の場合は90から 120W ぐらいで充電されるみたい。お、うん、まあまあ、4、5時間で充電するかなっていう感じかな、はいはい。今のがインプットで、その隣の表示がアウトプットなんで、これは実際にいろんなものに使っ電気を使った場合に何ワット出てますよっていうのが表示されるところですね、うんうん、はい。でその下に 60Hz って出てると思うんだけど、これは 50Hz、60Hz を切り替えられるようになってます。はい。 50Hz、60Hz を切り替えるのは、AC の電源をまず長押しするの、横についてるかな、あ、はい、OK で点滅すると、で、うんうん、今度は短くぴょんぴょんって、あ、すぐ変えないとダメなのね、うん、で、あ、そうそう、60、50、そうです。ポートの説明いきましょうか。ポートがいっぱいあって、はい、まずは USB からいく、うん、USB がまず USB-A QC3.0 が2口、あ、すごい。で Type-C
がまず PD100W、 100W 出るのが1つと PD20W が2つ、 20W で2つなんで、すごいね、 USB-C が全部で3口あるんだ、うんうん、で USB-A が2口、もう最近 C が多いからね。そうだ ね A の線とかあんま持ってないもんね、うん、なんで全部で5口あって、そのうち3口がタイプ C なんで、かなり便利だね、うんうん、もうあのアダプターとか持たないで線だけでいいからさ。そうだね、うん、USB のボタンを短く押すとオン、あ、ついたね。でもう一回押すとオフ、はい。で、では次左側の DC だね。 DC オンすると、まず、そこもシガーがついてる上に、うんうん、シガーの口、うん、でそこが 12V の 10A で、その下に、6530だね、 DC6530、はい、でそこも 12V の 10A、うんうん、なんかまあ両方 120W ぐらいだね。で、向かって右がライトか。おお、明るいね。結構明るい、明るいけどいいね、いい感じだね、ちょっと、はい、うん、これが表で、右上が電源ボタンだね。これが電源ボタン、うん、じゃあ次サイドいきます、はい、横がファンがついてるのかな、上にファンがついてる、ファンがついてるね、うん、で冷却の給排気口だね、それは、うん、うん、その下がさっき押した AC のボタン、それを押すと AC が使えるようになる、うん、でその下がコンセントの口で蓋がついてると。でこれはもう一口、まあ一口あればいいよね、コンセント一口、うん、でもしね何口か取りたい場合はそういうアダプターを使えば使えます。はい、でもちろん純制限派、後ろがこれのバッテリーの仕様を説明してます。はい、次反対、あ、でここが充電のポートだね、開けてみようか。上が給排気口 で右がさっきのコンセントの線を挿すところで、左側が XT60 のポートになってて、ソーラーパネルとか車のシガーから充電するときはそっちの XT60 を使います。はい、このバッテリーなんですけど結構コンパクトで、まあ高出力だっていうところで、非常用とか災害用に1個持っといたらすごいいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、その中であの UPS 機能を搭載してます。 UPS？ そうそう、あの無停電電源装置っていうやつで、ちょうどさ今ポータブル電源が2つあるからさ、うん、このピンクの方を家庭用の電源と仮定して、うん、ちょっとそれをやってみようかな、うんうんうん、でピンクの方を家のコンセントだと思ってね、うんうんうん、今ね、こういう状態、わかる？今もう 100% なんで、うん、インプットもアウトプットも 0W、うんうん。で、まあピンクの方は 2W 出てるんだけど、うん、多分 AC を今立ち上げてるから 2W 出ちゃってるんだけど、うん、まあそこは今無視でいいです。はい。電球でちょっと試してみます。はい。あと停電を再現してみます。はい。停電なんで家のコンセントの電源が供給されなくなるっていうことなんで、ピンクのエコプレイの電源をオフしたらいいと。そうしたら一瞬多分電気消えるんだ、うん、ですぐね何もしないでパッとつくと思うの、うんうん、そうしたら UPS が作動したっていうことになるんで、ちょっとやってみます、うん、はい、はい、おー、パッてなったでしょ、一瞬ね、一瞬ほんの一瞬、うん、チャチャっていう感じ、わ、うん、かる、うん、あでほらこっち青いエコプレイがインプットが 0W になってアウトプットが 5W になってるでしょ、うんうん、そういうことだね。お、うん、ではちょっといろいろ充電してみる、うんうん、USB-C の 100W、 100W、うん、いいよ、はい、じゃあ iPad でいいか、 iPad これどうかな、 iPad 充電、はい、あで USB オンにしてないんじゃない、本当だ、うん、充電されたね、うん、iPad ってさあんまり充電が早くないんだよな、多分 15W しか出ないんだよね、うん、そもそもが、なんで俺の携帯の方がいいかも、俺の携帯なんか 30W ぐらい出るんじゃないかな、これ、うん、ちょっとこっちにしてみようか、うん、なんかゆっくり上がってくんだよな俺の、うーん、
で、じゃあもう一個 USB-C で iPad 充電しとく、うん、いや、いいね。 C がいっぱいあるとね。そうそうそう、便利だよね。で、 C じゃないのも充電できるからさ。 USB-A で次なんか充電してみる。 USB-A ね。 USB-A、はい、あ、じゃあもう一個タブレットあるから、それは A からだね。 15W ぐらい出るかな。バッチリ充電されます。これでいくと今 50W 使ってるんで、あと10時間使えるって表示が出てます。あとね、 AC が何ボルト出てるかちょっと見とこうか。だから100ボルトぐらい、うん、正確です、はい。うん、時々110ボルトとかね、ちょっと高いのあるけど、これで102ボルトです、うん、いや結構いいね、うん、やっぱこのコンパクトっていうのがさ、うんうん、何よりもいいので、防災用とか、まあ、最近結構多いじゃん、大雨とか、うんうん、地震も結構あるし。そうだね、うん、でやっぱ今ってさ、携帯電話とかも絶対みんな持ってるし、うん、あの電気がない、電池がないと何もできないじゃん。もう買い物もできなければさ、うん、ね、何も安否確認もさ、電話つながらなかったら心配になっちゃうから、うんうん、やっぱり災害対策とかで一個持っとくとすごいいいと思います、うんうん、もう家にポンと置いといたらさ、そうだね、うん、コンパクトだからそんなに邪魔にならない、邪魔にもならないし、500ワットアワーくらいだからちょうどいいと思う。そんなに 大きくね、そうそう、重いとさ持ち運び大変じゃん、うん、もう2000ワットアワーとか1500ワットアワーだと15キロ20キロになってきて、うん、もう本当の据え付けになっちゃうから。そうだね、これだったらなんか災害があった時ね、車にこう運んでったり、うん、持ち歩いて避難所行ったりもできるし、うん、でこれ500ワットアワー小さいかと思ったらもうそんなこと全然なくて、うん、携帯とかはタブレットだったらもう何十回も充電できるから、うん、1泊2日ぐらいのね、旅行とかにもね、にも十分だね。そう、800ワット出るからね、うんうん、そう、実際俺らこれでさ、トースターとかで使ってみたじゃん、うん、そうだね、うん、全然できたからね、お湯も沸かせたし、うん、そういう使い方もできるし、うんうん、だから旅行の時にさ、車にポンと置いていくのもいいかもね。そうだね、うん、便利だと思う。 My mind so sweet, yeah, I need it from your heart.